女性リスナー増えたまあねありがたいことにやっぱりこう女性の方も増えまして<は>配信で気にしてることは何ですかえー、気にしてること、ね、なんだろうなでもなんかやるゲームはぶっちゃけ気にしてるわ最近多分この話をしたらみんなあのー、か楽しいこと気にせずやってほしいの人が多いと思うんだけど でもやっぱりとはいえ気にするみたいな話でさ、まあ、そこはなんかね、肯定してほしいわけじゃない,ないんだけど、僕結構さ、マイナーなゲームがすごい好きなのよ。だったり、ま、ああと、あんまりこう、配信的に見やすいゲームじゃないというか、好きな人はロールもそうだね。好きな人は好きだけど、好きじゃない人はあんま好きじゃないかな、みたいなゲームを結構ハマったりする時もあって。そういう配信を、あの、YouTube とかで、 若干こうどうなんだろうなぁって思っている節はあるねだからまあ FF とかの如実にそうよねそれを気にしてあんまり配信ではやってないけどおもろいから裏ではやってるみたいなまあだからそれももちろんすげーメインでやってるわけじゃないんだけどっていうのとなんかね思いつきでいろんなゲームやりたい人なんだけど僕ってあのー、最近ってやっぱさそのゲームの権利とかを しっかり確認してやることがほとんどだから、その、思いつきでできなかったり、やりたいゲームもすぐできなかったり、もうみたいなのはやっぱあるかなっていうなんかこう、やっぱみんなが見ててわかりやすいものだったり、見やすいものをやりたいなとは思うわけよ。でもしたらそれのあまり最近ちょっと配信若干しにくい節もあって、まあ忙しいのももちろんあるんだけど。 まあ、とはいえ、配信はやっぱり楽しいから、したいなと思いつつ、いい、塩梅がね、ないかなーって、思ってます。ぐらいかな気をつけてること。考えてること。言ってしまうとね、サブノンティカ、サブノンティカ多分もう来ないよ。<laughs> おそらく。わからん、土日に急にやりたくなってやるとかあるかもしれないけど、サブノンティカ多分来ないね、もう。 まあゲームはやっぱねタイミングとか合う合わないとかで結構やったりやんなかったりまあでも結局気にしすぎてやりにくくなるんだったら気にせずしたいゲームとかをまあ動画か配信かはまた別だけどとかでやった方がいいんかなーってめんどくさいなーってちょっと思いつたらその考えて気使ってやるのめんどくさいなーもう一日中 FF やる日があってもいいかなーみたいな感じでは思ってる あとは、まあ、これはね、感じてるリスナーさんも少なくないと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけさ、ぶっちゃけね。あの、ゲームってさ、面白そうと思って、やってみて、あ、思ったより思んなかったなってものもあるのよ。合う、合わないの話だね、これは。面白いか面白い。評価じゃなくて、やんなきゃな、みたいになっちゃうと、なんか楽しみにくいなーとか、ある。うーん。 たじゃんゴールデンタイムを気にしてやってる時期とかもういいかってもうアーカイブ見ろアーカイブって感じの気持ち最近はね割ともう考えても最適解見つかんないんだったらそれでいいかなーって思ってるようん好きに遊ぶのがいっちゃいいんじゃねえかなと思いつつ思いつつどうなんでしょうね